意味はある。こいつにとっては意味が、そしてそれを俺に求めた。ラブレターには次からは好きですと短く書くことを勧めるぜ。あまり回りくどくて難解だと意味が伝わらねえぞ。こいつが何を考えてるのか相変わらずさっぱりさ。だが俺は考えることをやめないぜ。まだまだ鉄板をひっくり返せ。お前の仕事にたどる旅を。